モモトンボはニカラグアにある火山でレオン州からほど遠からぬマナグア湖畔にそびえ立っている。1610年の噴火で近郊にあったスペイン人入植地の住人は避難を余儀なくされた。この入植地の遺構はレオンビエホとして保存され世界遺産に登録されている。この火山は左右対称の金星の取れた姿をしており、その形は ニカラグアのシンボル的存在として、マッチ箱の表紙絵から革命的な壁画に至るまで、様々な場所に用いられている。第一次世界大戦以前から大変人気のある観光地で、噴火の前年の1904年にはニカラグアを訪れる観光客に最も人気のあるスポットであった。火山の南側面には大規模な地熱地帯が存在する。登山をするには、 地熱発電プラントを横切る許可が必要であり、森林限界までずっと標識のある山道が続く。火山活動と地滑りのため、森林限界から山頂までのルートは頻繁に変更されている。最短ルートは小規模な地滑りの後を通ってまっすぐに登ることである。ABCDE、中米ニカラグアの火山が噴火。 110年ぶりから19世紀から20世紀初頭に10度、噴火した火山が目を覚ました。ナショナルジオグラフィック。h t t p n a t g e o n i k k e i b p c o j p a t c l n e w s 1 5 1 2 0 5年月日閲覧 中米ニカラグアでモモトンボ火山が噴火。アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3068958ピットイコール170021640人2015年12月4日、閲覧。ありがとうございます。